こんにちは、モノモースです。今日は、東海道山陽新幹線の運転再開についてお話ししたいと思います。皆さん、このニュースをご存知でしょうか ?16 日の大雨により、新幹線の運行が大幅に遅れ、一部区間では運転を見合わせる事態となりました。しかし、17日の午前8時半過ぎには、全線で運転が再開されたとのこと。これは、JR 東海の努力の結果であり、その対応力には敬意を表したいと思います。さて、ここで私の意見をお述べさせていただきます。新幹線の運行が止まると、それは多くの人々の生活に影響を ししますビジネスマン観光客そして地元の人々私たちは新幹線と有効通信産がどれほど私たちの生活に深く関わっているかを改めて認識するべきだと思います。しかし、一方で、このような事態が起きたとき、私たちはどれだけ自分自身の行動を見直すことができるのでしょうか例えば、支援や運休が発生したとき、私たちはただ不便を感じるだけでなく、自分自身の行動を見直すきっかけにするべきだと思います。それは、時間の使い方を見直すことも含まれます。支援や運休が発生したとき、私たちはただ不便を感じるだけでなく、自分自身の行動を見直すきっかけにするべきだと思います。 不便を感じるだけでなく自分自身の行動を見直すきっかけにするべきだと思います最後に JR 東海の対応についてですが私は彼らの迅速な対応を評価しますしかしこれはあくまで事後対応であり事前に予防することが最も重要だと思いますこれからも JR 東海は天候の変化や災害のリスクを見据えた運行計画を立てることが求められるでしょう以上モノモースの意見でした皆さんもこのニュースを通じて何か新たな気づきや考えを持つことができたら嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ